3プレスナイトちょうど5番手第4コーナーカーブ、それに外から金色の奇跡が接近、直線コースに入りました。ウエスタンビーナス先頭です。スピードは2馬身ぐらい、アプロドルチェ、しかし外から3プレスナイトが追い込んできた。200を通過、ずれまして金色の奇跡、内からは BB ガルダン、そして鈴鹿フェニックス、大津からは東証カレッジも追い込んでくるが、内からはアプロドルチェ、先頭は3プレスナイト、ゴールイン、3プレスナイト手が上がりました。上村博之悲願の G1 制覇、スリープレスナイト5連勝でついにスプリント界の頂点に立ちました。そのまくるようにさあボディールと連れて上がっていったエジネッタも上がってまいりました。さあ各馬が第4コーナーカーブ直線コースへと向かいます。プロビナージュ先頭、プロビナージュ先頭、さあ後続に3馬身とリードを取っています。カレージャスミンが単独2番手から前に上がってまいります。 FT マイヤー外からトールコピーです。ソーマジック、さらにはオディールがさらに外、連れて外からレジネッタが伸びてまいりました。さあ粘る粘るプロビナージュ、しかし間からブラックエンブレム、ブラックエンブレム、さらに外からはムードインディゴ、ブラックエンブレム、ムードインディゴ、ブラックエンブレム、ゴーリブラックエンブレム、ムードインディゴ大外からの強襲を退けました。ブラックエンブレム誕生は岩田騎手。大新プランが動いて第4コーナーから直線に向かって、馬場の真ん中スマイルジャックが先頭だ。スマイルジャックそのうちに潜り込んでマイネルチャールズが並んでかわした。マイネルチャールズ内に切れ込みながら先頭に変わる。ナムラクレセント外からオーケンブルース3、オーケンブルース3、その後スマートギアフローテーションを追い込んで200を切りました。オーケンブルース3、オーケンブルース3、フロッテフローテーション、フローテーション2番手、ナムラクレセントスマートギア3番手争い、オーケンブルース3ゴール。鮮やかに今日も見せつけたその破壊力、最後の一冠菊の大輪仕留めたのはオーケンブルース3でした。直線コースに入りました。あとは横に広がってディープスカイ追い込んでくる。ディープスカイ楽な手応え、400メートルを通過した。あとは動くか動くか並んできた。さあ先頭はダイワスカレット、ダイワスカレット、そしてディープスカイ動くか動くか並んできた。あとはエアシーリー、桜メガワンダーの体勢ですが、動くか動くか、先頭か動くか、食い下がるディープスカイ、200は通過した。動くか動くか、ディープスカイ、内はダイワスカレット追い込んできた。エアシーリー、エアシーリー3番手の背中、動くか動くか、間からフェンウェイカンパニー突っ込んできた。動くか動くか、ダイワスカレット並んだ、ゴールイン、並んで入りましたが、さあ手を挙げるのは誰か。勝ちタイムは1分57秒2のレコード、素晴らしい時計です。素晴らしいレースでした。連れて上がってまいりましたのがオレラビット、4コーナーから直線です。さあ先頭はビエンナーレ先頭です。ビエンナーレ先頭ですが、間からはリトルアマコーラ、さらには川上プリンセス、外からベッダレイヤが追い込んでまいります。さあ先頭はリトルアマポーラが抜け出している、リトルアマポーラが抜け出している。川上プリンセス、そしてベッダレイヤが差を詰める。川上プリンセス、ベッダレイヤ差を詰めるが、先頭はリトルアマポーラ、リトルアマポーラ、リトルアマポーラ、ゴリ、川上プリンセス2着、そしてベッダレイヤ3着、やりました。16番リトルアマポーラ、クリストフルメールのコンビ。逃げるマイネルレーニア、マイネルレーニア、サイレントプライド並んでいて、内からローレルゲレイロ、内からローレルゲレイロを入れてきた。外に出してファイングレイント、さらに外からはスマイルジャック、スマイルジャック、一番外からスーパーホーネット、スーパーホーネットが一気に各馬を飲み込む。そして後方からはカンパニー追い込んでくるが、内からブルメンブラッドも追い上げている。スーパーホーネット、ブルメンブラッド、ブルメンブラッドゴール。スーパーホーネット2着、ファイングレインが3着でした。なんとなんと、内から鮮やかに強襲、7番のブルーメンブラッド、この距離にこだわったブルーメンブラッド、内から鮮やかに突き抜けました。